初みたいな抗菌をくれればな、めぐれなければいいから、ずーっとくっつけた、ね、感じで。そんなにね、ぶらなくてもいいと思うんだ。別に端っこさえぶっておけば今まで飛ばされることなかったから。こんな感じで、チコーっとだけ出して、一緒。これも すぐこんくらい埋めでもカメムシ入ってくから、絶対に外ズームできるからいいや。中は側さえやっちゃえばね、濡れることないかなと。ほらドリル、ここにの下に穴開けて、ここにアンカー通して、ここに縛って帰ると。ここは乗っても大丈夫ね、ベニヤってあるから。ここ絨毯見たくしちゃうと針引っかかっちゃうんだよね。あとここ氷穴開けた時濡れちゃうから、すぐ拭けるようにやっぱこのフロアじゃないとダメなんですよ。でゴミもサシのおがくずなんかも目に入っちゃうんで、できるだけもうほんとこうシンプルなのが一番いい。ツルツルしてんの。あとここに座布団敷けばね、だったり椅子だったりやれば完璧、ね、あとイメージ差を置いたりするんで、それ見てください。やっとできた、ほんとやっとできた。明日かな、明後日こっちのこの一トン車で運ぶ。もうほんと着けて、少し雪残ってるっつったから、まずちょモービルで引っ張らないにしても人力でちょっとどんくらい走るか試してね。釣り魚見るかね。どっちから見る？釣り座からか。もう一切必要のないものは省いたから。でこっち
両方同じ向きに一応これ開くようにしたから、こっちからこっちも、うん、こっち開くようにして、風こっちに吹いてる時ほら風上に向けるから、こっち前ね、じゃ釣り座からね、唯一無二、多分今まで多分ないと思う、ワカサギ小屋で。ほら綺麗、落ち着くでしょ、お花のある生活は。絶対必要、もう人間なんかいらない、お花があれば、もう必要、花は俺にとって花は必要と思ったと、棚もあるし、この間言ったけど、あ、ちょっと飾り付けるのもちょっとペニア、ストーブもちゃんと新しいの買ったんで、またちょっと間に合わないな。あと何、昨日買ったから明日早くて発送つ、14日くらいまでに着くね。餌を一丁50匹釣ったら終了1日、今度釣り座見ようか。三角もバッチリよ、バッチリ釣りさ、落ち着いたね、釣りさんなら対面に座った人がどう見えるか、あれもちゃんと使いますよ。で釣りさんのくらいから6時でやって、7時からやって8、9、10だいたい3時間くらいやって、だいたい終わっていつも、その本当観葉植物も必要、そうだったらいいでしょ、なんか癒されてね、癒されて、ちょっとあるだけでね、いいでしょう。こんな感じ。もう終わり。疲れた。やってく。
で帰るか。もうワカサギは釣んない。これから女釣ることに決めた。けど女胆はねえんだよな。どうすんべ。誰か持ってねえかな、女胆探知機。